物質レギオンっていつの間にこんなに弱くなったのかしら。私が引き寄せられる兵力はこれだけ。あなたもここがレギオンの主力に狙われるのはごめんでしょ。こんな奴らじゃ列車の連中を食い止めるのは無理ね。安心して、週末中も一匹来てるから。この人知ってるわ。ロード・オブ・サイレンス、ポルカ・カカム。見て、顔の部分が空っぽでしょ。この人、全宇宙にある自分の肖像画と彫像を破壊したのよ。興味ないし、さっさと仕事仕事。これはザンダー、ザンダー・ワン・クワバラ、史上初の天才ね。あの伝説に出てくるヌースを作った人間？そう。伝説が事実であれば、彼はアイオーンを作った男になるわね。事実じゃないように祈ろう。ザンダー・ワン・クワバラ、天才クラブ会員番号1番。私の純粋な敬意を表そうと彼の肖像画を飾った。彼がいなければ今の天才クラブはなかったでしょうね。正直なところ、彼にどのような功績があるのかは知らないの。彼の著作や発明は全く伝わっていないから。でもクラブの創始者にはそれなりの地位を用意するべきよね。ポルカ・カカム、天才クラブ会員番号4番。謎に満ちた女性で、無視できない数のクラブのメンバーが彼女の手にかかって命を落とした。もう長いこと音沙汰がないけれど、私は彼女が生きていると信じている。ねえ、ロード・オブ・サイレンス、あなたがここに来たら、あなたがこれを聞いていたら、私は会員番号83番ヘルタ。あなたに会いたいと思っているの。あなたと私には共通の話題がたくさんあるはず。こちらはミスヘルタ、天才クラブ会員番号83番の称号の方が聞きなじみがありそうね。彼女は幼くしてソリトン波の難題やスパークスモデル予想を解き明かし、青年期にはシグマ粒子の変換方法を発見。そして壮年期にはヘルタシークエンスを提唱し、若返りの論文を発表したの。年老いた彼女は若返り、再び虚数が満ち溢れる現象の謎を解き明かし、宇宙の果ての性格を捕捉し封印に成功した。ヘルタは自身がいる惑星を滅亡の危機から19回も救い、アイオーンに2度拝謁してる。この宇宙ステーションはまさに彼女の財産なの。こちらはミスヘルタ、年老いた彼女は、この宇宙ステーションは、この白ひげのじいさんは知らない。クラブのメンバーかも。彼は天才クラブ会員番号56番、クラブ史上2人しかいない高専部長の1人。彼に感謝することね。現代宇宙文明の交流の礎、共感覚ビーコン
コンと長距離センシングは彼の発明なの。彼は発明を公開していないから私が訂正しておくね。この2つの技術の知的財産権は博識学会に属するの。正直に言って私はこの学会のことがあまり好きではないのだけれど、彼女たちがイリアス・サラスの発明を再現したのは大きな功績と言えるでしょうね。彼は発明を公開。この人は？知らない。リルタ、天才クラブ会員番号22番。誰よりも無心無欲で誰よりもおかしな人。彼は他の人を助けるために自分の人生を費やした。そういう類の喜びって私にはちっとも理解できないけどね。だけどクラブの名が知れ渡ったのは彼のおかげなの。彼が亡くなった後、スターピースカンパニーはずっと後任者を見つけようとしていたけど、数琥珀期にわたって探しても引き受けてくれる天才はいなかった。それでとうとう私を見つけたってわけ。銀狼見て、君のライバルのスクリューガムよ。言ったでしょ、あの時は彼だって知らなかったって。あの一戦でエリオは君の存在を知ったのよね。宇宙にスクリューガムのプログラムを突破できる人がいるなんて。スクリューガムにヘルタ、こんな短い間に2人の天才にちょっかいを出せる人はもういないでしょうね。これも全て運命の導きかしら。はあ、なら私は運命の奴隷に違いない。天才クラブ会員番号76番、スクリューガム。彼とは長い付き合いだけど本当にいい人で、まさに紳士って感じ。傑出した機械的な頭脳を持っていて、彼と話していると私もすごく勉強になる。今ちょうど彼やルアンメイと協力してプロジェクトを進めているの。そのプロジェクトによって私たちが宇宙最大の秘密に迫ることができればいいんだけど。